こんにちは、ネクストインダンススタッフのあかねです。本日は宮下パークネクストインダンスのお隣にある筋肉食堂さんにお邪魔しています。5月22日に行われる NID の1周年記念イベントで筋肉食堂さんにお弁当を出していただけることになったので、本日は試食会にお邪魔させていただいてます。今日はこのメンバーでお届けします。講師のりなさんとなごみちゃんです。はじめ頑張ります。お願いします。筋肉食堂のマネージャーの谷川さんにお越しいただきました。本日よろしくお願いします。お願いします。本日は試食をさせていただけるということだったんですけど、メニューはどんなものですか？今日は他人に喜んでいただけるようにハンバーグ、あとは鶏肉の塩麹と、あとはお魚のサーモンをご用意いたしました。ありがとうございます。一番なんか人気な看板メニュー、でも言うと3個とも人気なメニューでして、女性にとっても人気なメニューなので、どれ食べても美味しい。迷っちゃう。迷っちゃう。じゃんけんか決めてください。ああ、どうしよう。はい、あ、じゃあ、あれにしよう。え、本当にどれでもいい。本当にどれでもいい。じゃあ1位は、一番寿司買った人は何みたいな感じで決めて。ああ。言われた順番。ポリビーフ、ハンバーグ、サーモン。最初はグッ、テイクポイ。はい、どうでしょう。ポリビーフ。テイクポイ。どうでしょう。どうでしょう。じゃあハンバーグサーモン、はい、いただきます。鶏肉の塩麹をいただきます。はい、ハンバーグいただきます。はい、サーモンいただきます。塩麹、はい、塩麹です。おー、美味しそう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい。牛赤身ハンバーグ。わあ。なんかレアなんで。はい、もうじゃあ。料理が到着しました。いただきたいと思うんですけど、その前にそれぞれのメニューのポイントを教えていただきたいなと思います。はいはい、まずはハンバーグなんですけども、牛赤身ハンバーグって言いまして、ハンバーグって結構太るんじゃないかとか苦手なイメージが、ね、あると思うんですけど、ハンバーグはですね、パン粉とか小麦とかトースト一切使ってなくて、牛肉と卵のみで作っているんですね。なので、まあ、ちょっとこう糖質を抑えてるみたいなダイエットされてる方も安心して召し上がるだけで、すごく肉々しくて、人気の、私ぐらいね。で、次が皮なし鶏もも肉の塩麹になるんですけど、で鶏もも肉って皮が結構実は油があったりとかして調理が簡単なものなんですけど、まあ、それを下処理に考えて皮を剥いで焼いているので、まあ、余分なカロリーがカットして、高タンパク低カロリーとか食材を塩麹漬けにして焼いているので、まあ、すごく美味しい。こちらも女性にすごく好きな希望品を作れるっていう、ね、あとサーモンはですね、スチームコンベクションっていうマシンを使って蒸しながら焼けるコンベクションで、まあ、食感すごくふっくら柔らかになっていて、まあ、サーモン自体も高タンパク低カロリーではあるんですけど、まあ、美肌効果だったりとか、まあ、ビタミンすごく豊富なので女性には好きです。では、いただきます。いただきます。ちなみにこのソースって何味ですか？こちらが右からニンニク醤油、ニンニク醤油、はい、とろろポン酢、とろろポン酢、とろろポン酢、とネギ塩ソース、ネギ塩ソース、お好みでつけて召し上がる。なんか全部さっぱりめで食べやすそう、女性の人、うん、あ、これ絶対移した方がいいやつ。ねえねえ、肉汁が出るやつだ。うん、わあ、すごい、ありがとうの。ね、でもこれでも
タンパク質が多くて脂質が美味しそう。美味しそう。めっちゃ美味しそう。ジューシー。ありがとうございます。柔らかすぎて取れない。肉じゃ。うん。うん。うわふわ。なんか鶏もも肉だから硬いかと思ってて、結構さっぱりして。でもなんか柔らかい。めっちゃ柔らかい。美味しいです。ちなみにあの高タンパク低カロリーの食事ってそもそもでどんなメリットがある？もうやっぱりダイエットされたい方とか、うん、ボディメイクされたい方とか、もちろ ん, なんかパフォーマンス上げたい方とかにはやっぱり体脂肪が低い方がいいので、それは一番適した食事だと思いますし、やっぱそれに伴って健康、あの病気のリスクとかも減ってくるので、まだ今後あのボディメイクもそうですし、健康の面でも高タンパク低カロリーってワードは刺さるんじゃないかなとは思ってます。でもどの年代でも必要な、はい、あの2人は小さい頃からダンスやられてるわけじゃないですか。なんかちっちゃい頃どんなご飯が好きでしたか？ちっちゃい今はいろいろ気にすることもあるとは思う、気にされてると思うんですけど、ちっちゃい頃どんなもの好きでしたか？でもやっぱ定番のハンバーグ、オムライスとかけど、なんだろう、最近になって油っこいのがあんまり好きじゃなくなってきて、けどこれすごい食べやすいかも。なんかさっぱりのソースもすごい合うし、けどしっかりボリュームもあるからね、なんかパフォーマンスする人本当に絶対食べた方がいいと思う。いやでも昔から変わらずにさっきりなちゃんも言ってたオムライスも好きだし、ピザも好きだし、何が好きだ、オムライスとピザが好きでした。洋食だね。洋食？洋食？あ、洋食。でもお寿司とかも好きですよ。確かにお好み焼きも好きだし、急に日本っぽく洋食って和食も好き、いろいろ好き。今気をつけてることありますか？ご飯の食べるものとかあるよ、あるよね。まあでもやっぱ時間とか、食べる時間もそうだし、あとは炭水化物ばっかり偏らないようにはしてるかな。野菜多めに取ったりとか、結構私チキン好きかも。なんか、あの制限してる時でもお肉ががっつり食べれるから、そういった面で、チキンなのにハンバーグもあるっていう、ここは、すごい。なんか夜とか朝とかは炭水化物とかパンとかお米とか昼とか夜とか、夜は食べないようにお店とかしてて、でもどうしてもなんかお菓子が食べたくなっちゃうみたいな。だから逆にお米をちょっと我慢します。結構食べたいから。なんかこの筋肉フードさんのメニューを拝見した時に、ご飯選べるじゃないですか、はい、玄米と白米、キャベツ、それってなんかあれですか、ダイエットしてる人にはこれがおすすめって、筋トレしてる人これがおすすめとかあるんですか？おっしゃる通りで、お客様が用途によって選んでいただければいいなと、
て、例えばダイエットされている方がお米食べたくないとかいう方はキャベツを選択していただきますし、あとは逆にこう体を大きくしたいとか男性の方とかは白米、あとは健康的にとかは玄米みたいな、お客様の用途に合わせて選択できる、お客様のチョイスで選べるようになっています。ネクストインダンスでは生徒さんの層的に小学生とかのキッズとか、あとは中高生のアイドルを目指す子とかがすごく多いんですけど、でキッズにおすすめの食べ物とかってありますか？健康のために。健康のためにそうですね、高タンパク低カロリー食材って幅広い層に刺さると思ってるんですけど、やっぱそういう食事を食べる時期ってもちろん体作りをされてる方もそうなんですけども、幼少期が僕らは一番大事なんじゃないかなと思っていて、で僕らみたいな中年のおじさん世代はですね、部活をやってる時は結構米を食えと、合宿とか行くとボール1杯米を2合食べろとかって言われて育てた世代で、そうです、そうです。それってまだ根付いてると思うんですよ、なんか日本の部活とか、もちろんお米とか糖質もすごい大事な栄養素なんですけど、やっぱ体を作るだったりとか筋肉をつけるとかはやっぱりタンパク質食べないとダメだなと思っていて、ちょっとスポーツの話になると、日本人ってジュニアの時結構スポーツ強いじゃないですか、オリンピック世代のサッカーとか陸上とか、そういうのが深夜になった瞬間にこうすごく差がついたりとか、結構フィジカル体力的な問題だと思って、幼少期から食生活が問題なのかなと思って、向こうの方たちは日本を食べながら生活しているのに、こちらはなんか糖質おかしいとか、でそういうのはやっぱりこう小さい頃から食事のリテラシーというか意識高めてタンパク質食べた方が後々の競技力の向上もそうだし、健康的にもいいのかなと思っているので、キッズ踊られている方たちももちろんすごく運動量はすげえすごいと思うんですけど、その前後の食事、多分バランスよく食べなさいとかって言われると思うんですけども、やっぱちょっと意識してほしいのはタンパク質とかお肉とかお魚とかを意識していっぱい食べる習慣をつけていった方がいいんじゃないかなとは思います。タンパク質、はい。なんかこれから生活するときになんか何が高タンパクなものかって正直その知識がないと分からないと思うか、でそういう時は筋肉食堂って何があったかなって思えばいい。そういうことですね。逆に中高生とかアイドルを目指してて、毎日ダンスレッスン来てることが多いんですけど、そういう子ってどういう食事をすればなんかガリガリになりすぎて不健康になるのか、食べながらスタイルをキープするのって、やっぱりこうダイエットってパッと思いついた時に女性の方は絶対こうぬくぬくというか、一食抜いちゃおうとかこれやめちゃおうとかネガティブにこう、もちろん食事を抜いたりとか抑えれば体重って一時的にパッと落ちて当たり前じゃないですか。でもやっぱりそうするとさ、こう体の中にエネルギーがないと何かをこう体はエネルギーしないとできないので筋肉削っちゃうんですよ、どんどん。そうすると、代謝って言って、食べたものをエネルギーするしか代謝って言うんですけど、筋肉が落ちちゃうと、代謝が落ちちゃうんで、なんか太りやすくて、痩せにくい体って感じちゃうんで、やっぱこう、抜くことも、もちろんお菓子とか、ピザとかをね、ちょっと控えるのは大事なんですけど、必要な栄養素っていうのはちゃんと取るとか、タンパク質だったりとか、お米を別に悪者じゃないので、うまく付き合って、踊る前とか、パロリー食品する前とか、ちゃんとエネルギー取って、やってあげると。で、終わった後はちゃんとこうタンパク質を取る。で、先ほどタンパク質の話で、タンパク質ってカロリー低いんですよ。油に比べると半分以下のカロリーなので、もう同じ量食べても今日は大丈夫なわけじゃないですか。しっかり満足感いっぱい食べて、こんなにこう抑えて抑えてというか、入れて入れて痩せやすく太りにくい体っていうのがいいんじゃないかなって僕は思います。同じカロリーを摂取しても同じ量ですね。同じ量、はい。カロリーが低い。はい。なるほど。ちなみに、ナゴピとか多分私もみんな女の子って甘いものが好きだと思うんですけど、ちょっと甘いなんかメニューとかってあったりするんですか？一応スイーツも店舗では用意していて、シフォンケーキだったりとか、あと低糖質アイスだったりとかっていうのは随時アップデートして作ってるんですけど、砂糖の代わりにプロテインがあって甘みを出したりとか。甘いものは別に悪くないので、なんかちょっと年子ってキッズの方とかは、
スタバでよくフラペチーノとか、ね、なんか一つで600キロカロリーになりますもんね。そんなにカロリー取るんだったらやっぱりね、ちゃんと体にいいものもいいと思うし、じゃあここに来てちょっと食べてレッスン行って甘いもの欲しかったらまたここに、ただカロリーも抑えられるし、マンゴーで負担もあるし、お肉は柔らかい方が好きで、だから皮とかの方が柔らかいじゃないですか。でもこのお肉なんか皮が好きなのゴミでもめっちゃ美味しくてこのお肉だったら皮なくても全然美味しいみたいな焼き方も蒸し焼きにしてるんで、中のこう水分がずっと閉じ込まったまま外を焼くから結構プリプリしてる。なんか普通にコンビニとかもサラダチキンとかパサパサしてるから、パサパサがあんまり得意じゃない、うん、でも全然パサパサがゼロプロテインもなんか、はい、こうメニューとかにあったりする。ありますあります、何味があるんですか。ランチが日替わりで、普段はバナナ、バニラ、チョコ、アポロ、オレと、アポロ？普通にチョコとね、チョコとクソベリーを混ぜて、あとバニラとチョコ混ぜてオレを、あとスムージーも、クソベリースムージーとバナナスムージー、グリーンスムージー。ちなみにおいくつぐらいなんですか。僕20歳です。20歳、24です。素晴らしいです。でももう多分一番太りやすい時期はもう乗り越えた。乗り越えたと思う。そうですね、うん、ただ同時に代謝も落ち始める20歳なんで、それで抜いて抜いてみたいな筋肉を落とすようなダイエットしちゃうと、昔は一食抜いたら結構戻ってたのにみたいなのが強い気になってしまったのが話になる。一食抜いたっていうなんか抜かなくてもなんかお腹が空かなくなる。代謝が悪いからよ、エネルギーが上じゃない。あ、毎日すぐ踊ってるのがしてもめっちゃ運動してても前ならすっごいお米とかガーって食べれたのが全然食べれなかった、最近。それだから今日もう重たいかなって思ったけど全然重くなかった。これは重いものが目になっちゃう。怖い。体がちょっとのエネルギーで大丈夫って思っちゃうと、なんかドカ食いした時に太りやすくなったりとか、お腹がすごくて一つのシグナルだから、まあいいなって。脳がなんか食べたいっていうよりか、体がお腹すくっていうのはいい正常で。じゃあ、あんまお腹すかないなって思った時はここに行ったらいいですかね。そうです。筋トレした方がいい。筋トレした方がいい。でレッスンで筋トレしてここに行くなんて。素晴らしい。20代のダイエットってどうすればいいですか。でも超痩せやすい時期だと思うんですよね。20代は代謝も高いし、本当にこういう食事してたら痩せると思います。あ、もう自然に。例えば朝こういうサーモンとかにちょっとご飯ライスとか一日動ける分の糖質で朝取っちゃって、まあ昼よりちょっとなんだろうお米抜いたりとかするだけでも全然違うし、なんかね無駄なもん全部抜けば絶対痩せる。フラペチーノとかこういうなんかお菓子とか難易度高いつまみとか、なんかそういうの全部やってれば絶対無駄なカロリーも取れないし、まあ代謝もね高い状態だし。あとお水を飲む、20代のお水を飲んだ方がいいかもしれないですね。でむくみって結構気にされるじゃない、顔のむくみとかってとかも、むくみって結構、あ、昨日私お水飲みすぎたのむくんじゃったじゃなくて、むくみって結構脱水状態だったりとかするんで、ただ塩分たくさん取っちゃいましたし、味噌汁飲んじゃいましたとかで、水分と利尿作用で水分がなくなってむくんじゃいましたみたいなので、だから結構水分は取った方がいいと思います。なんか水を昔2リットル飲んでた時だったんですけど、結構2リットル飲むと大変で、ね、細かにもうちょっと少なくていいですか、1.5 なんかちょこちょこ飲めばいいんじゃないですか、一気に多分バーッと飲んじゃうからきついと思う。寝起きは結構取った方がいいと思うんですけども、寝起きで500ぐらいなので、あ
スラッとしてた、うん、体も軽い、ね、もみちゃんマジでもそう思うの、こんなんだけ出るじゃん。レッスンの時あんま多分飲まない。どれぐらいの量飲んでます？私もこんなめっちゃ2本とか一気にペットボトル開けれちゃうんですよぐらい飲めちゃう。めっちゃ飲めちゃう。私喋りたくて喋りたくて、あの休憩ができない。もう戻ってきてほしい。本当の水休憩、本当に水だけ。ダッシュで行って、ダッシュで回って、ムカついて。なんか結構、他の先生とか、リナちゃんよりも休憩が長くて、で、うん、なんかよく会うときに、休憩のタイミングであるから、こぼってって名古屋に聞いてくる。リナちゃんの時は、すぐリナちゃん話し始めるから、いつも教えられなくて。だから、あっちだって。でもなんかそこで、ね、なんか和みが答えらんなくてもりなちゃんがいっぱい教えてくれてるから、なんか勝手に解決してることも、あ、よかった、教える。あとはなんか誰かが、別の誰かが同じところができなくて、なんかすごい、あ、質問多いね、結構ね、うん、なんかね、他のスタジオよりも、他のスタジオよりもなんか質問してる方が多い、うん、うん、みんな同じとこ聞いてくれなかったと思ってた。なんか先生もとりあえずこう教えてくんないかなって思いながら。スイーツを用意した。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいなんかめっちゃ綺麗。あの密度が高い。もちもちしてさ、もちもち。ありがとうございます。シフォンケーキ、さっき話してたシフォンケーキ、ねえ。これ何ですか？お砂糖の代わりにプロテイン、うん、おー、初めて食べる、ね、初めて。そう、そんなケーキ。いただきます。もう今はいろんなメーカー、どのブランドも結構美味しいんで、昔は本当美味しくなかった。夏マンで僕も飲んでましたけど、今は美味しいですよね。粉っぽさとかも全然ないんですか？ないですね。すごい溶けやすいし、じゃあアポロ飲みに行こうよ。アポロ気になってる。気になる。プロテイン、しかもなんか、多分私が下手なだけなんだけど、うん、あの水浸しになる、いつも笑わない笑わない笑どこからか絶対出てくるから、なんかちょっとストレス。足
してねえだけだ。私だけ容器の問題で。あ、そうなんだ。なんかちゃんと確認するんだけど、なんでかな。来たお客様にうち全員にプロテインサービスプレー出してるんですけど、さっきプロテインの話してた。どんな味かちょっと。ありがとうございます。チョコのプロテインで。今のプロテインがどんな感じか、ちょっとちょっとめっちゃ食べた。でもサラサラしてない。めっちゃチョコだ。え、こういうこういうものみたい。え、これ何の伝えたの。普通にあのスタバのっけるあ、ほんとだ、チョコだ。え、なんかね、粉っぽさがないとかのレベルの話じゃない。美味しい。美味しい。コナゼロ。コナゼロ。あの、ココアってさ、チョコジュース、チョコ、チョコドリンク。え、すごい。これ、知ってるんですか？ミキサーで。ミキサーか。そうだね。こうやって注文しました。変わってんだ。大変。絶対アカネでは働けない。働けない。この首です、本当に。え、美味しい。すごい。これは牛乳と低脂肪の牛乳で買っていて、まあ、牛乳よりもちょっと若干脂肪が少ないから水で割ってもそんなに変わらないです。牛乳だともっと美味しいです。甘いし、すごい。泣いちゃった。早っ。美味しい。ごちそうさまでした。なんかすごいあのご飯私たち抜きにしたんですけど、お腹いっぱいですよ。結構盛り上がりましたね。ありがとうございました。美味しかったです。では今回そのお邪魔させていただいたのも、あの5月22日の1周年イベントでご協力いただけるということで、今回こういう企画をやらせてもらったので、みんなでこの味を楽しめたらと思います。みんな注文待ってます。一緒に食べましょう。ぜひ食べてみてください。本当に美味しい。ありがとうございました。ありがとうございました。